ザ・五十回転のロックンロールやるぞ。はい。というわけで、できまいりました。さあ、50回転ですけれども。はい、はい。まあ、例のこれですわ。はい。世界の名盤、50回転ず、聞いてないものが多すぎる。はい。もう好きなもんしか聞いてこんかった。はい。すいません。ね。はい。本当に勉強がてら違う世界の音も知りなさいと。ねえ。いう大きなお叱りをね、もう各方面からいただいております。で、その企画に乗ってくれたのは、アトスさん。はい。本当ありがたい。ありがとうございます。ねえ、50回転ずも、だから、アトスさんのおかげでいろんなね、まだ見ぬ。うん。というよりは、俺たちがまだ知らぬ名盤と出会わせてくれました。はい。さあ、今回。はい。これ、名前はよう聞くけど、通ってこんかった。はい。発表しましょう。どどんどどん。エマーソン・レイク&パーマ。はい。ねえ、のベスト版です。なんでベスト版かと言いますと、はい、名前は聞いてるけど、はい、多分大ヒット曲が詰まってるんでしょ。そうでしょうね。これがあかんかったら、お前たちもうエマーソンも諦めろと。まあ、そういうことだと僕たち解釈しましたんで、うん、早速言いましょうか。そうですね、聞いてみましょうか。うん、どこのバンドかわかる？全然わかんない、うん、アトランティックや。さあ、うまいな。70年に結成されたイギリスの、イギリスなんや、プログレバンド。あ、プログレなんや、うん、言ってみよう。何も知らん。前情報入れんとちょっと一曲見いきますわ。はい、行きますかも、うん、はい。まあ、以前ね、はい、デジタル初めてのデジタル録音みたいなことで、はいはい、まあ、俺たちそのデジタルに引っ張られすぎてさ、うん、打ち込みじゃないかとか言ってね、こう誤った情報をね、もう本当にね、良くなかったんで、うん、前情報なしで聞いていきます。はいはいはい。で、そこから情報入れていくんでね。なるほどね。まずはいきますよ。はい、Are you ready? OK。Let's go! おお、かっこいいな。わかりやすい。かっこいいよ。プログレ？なんなんやろな。いや、このままこれセンスはね、うん、センスっていうかメロディラインはね、うん、アイリッシュですよ。そうね、うん、ケルティックな感じしますよ、うん、だってあのアイリッシュのダンスが見えましたもん今、うん、これだってフィドルでやったらさ、はい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 、まあちょっとまあフレーバーは入れてるけど、うん、バンドのワンメロ押しっていうのもさ、イギリスっぽいよ、うん、お、来た、プログレっぽくなってきたね、これ。いや、全然わからん、あのエマーソン・レイク&パーマンが、うん、まだ俺好きやな。かっこいいよね、でもね。かっこいい、かっこいい。この感じ嫌いなロックファンはまあおらんわな、うん、うん、かっこいい。インフォメーションいただいてますよ。はい。プログレの代表的なバンドとして、うん、キングクリムゾン、はい、ピンクフロイド、イエス、うん、が挙げられるが、はい、共にプログレッシブロック四天王と呼ばれている、うん、ね、そんな有名なよね、プログレ界では、うん、はい、すごい、めちゃくちゃかっこいいやん、うん、結構好きよこれ。で、1曲目名前何？ホウダウン。ホウダウン。
ホウダウンってどんな意味や。ホエ、ホエってあれ、ちゃうかったあれやけど、ホウってカマとかじゃない、違う、わかりません。うん、ホエ、つづりで言うとホエ、ホエ、うん、HOE、 ごくいいやん、うん、この感じでずっと言ってくれたらこれはちょっと、ちょっとこれはちょっとですぞ、インスト曲ですけどね。ごめん、次ちょっと音圧低めやわ。下がるか。ああ、ちょっと下がる。あ、これでもなんかめっちゃご機嫌やん。今まで聞いてきたプログレバンドのイメージと違うね。今まで四天王の中で俺たちが聞いたキングクリムゾン、ピンクフロイドの中でもトップクラスにご機嫌やね今の、うんうん、通ってきたからね俺ら、俺たちもね一枚ずつ通ってきた。あ、来たね、あ、来た来た、プログレ来た。2曲目、ラッキーマン。ほんまにラッキーかこいつ。え、プログレ感ある。いや、な、全然ないんやけど、急にこの前の曲から静かな曲がグッて始まる感じが。あれ、全然ないよ、プログレ感。ベース入ったよ。これがなんて、ラッキーマン。うん、アルバム単位で聴くとまたちゃうんかもね。ね、ベスト版でこうヒットソングメドレーやからさ。そうやね、まだ違うアルバムやね、これもね。難しい、イヤホンの位置が。いいよ、かっこいいよ、うん、うん、お、ごめん。メンバーはキース・エマーソンさん、はい、キーボードです、はい、元ザ・ナイスの、ザ・ナイス、ね、ザ・ナイス、はい、バンド名がいいよね、ねえ、ザ・ナイス、ねえ、で、グレッグ・レイクさん、あ、エマーソン・レイク&パーマやもんね、はい、うん、3、あ、え、スリーピース、いやね、まあ、ちょっと待て。ほんまや、うん、スリーピースバンド、これでもキーボードとで、レイクさんがその、ボーカル、ベース、ギターもやってるってこと、ギターもやってるって。うん、元キングクリムゾンやからね。うん、だからクリムゾンっぽいっていうのもあんながち遠くなる。うん、で、カールさんがドラムスと、元アトミックルースター。アトミックルースター、アトミックルースターもかっこいいよね。いい名前だね。バンド名がかっこいいもんな。通ってないな、聞いたことはあるけど。あ、そう、うん、ザ・ナイスはどう。ザ・ナイスは聞いてないですね。ザ・ナイス絶対かっこよさそうやけどな。あ、いいやん、曲もいいよ、すごく、うん、かっこいい。ちょっと60年代の香りもしつつ、うん、あ、何年結成って、というかこれこのアルバムは80年、あ、ベストやからね。うん、そのオリジナルは何年、2曲目は71年にリリースされたアルバムに入ってる。まあだからまあ60年代、結成70年、結成70年。あ、そうなんや、うん、かっこいいな。すごいムードあるね、雰囲気あるね、うんうん、素晴らしいね。
かっこいい。今んとこすごいいい。いいね。最高。うん、1972年に来日やって、うん、結成から2年で来日公演ね、早いね。3万5000人を集めたコンサート、すごい大人気や。72年やで、うん、3万5000人も集めてライブできたん、後楽園で、うん、できたんやな、ステージの写真があるけど、はい、うん、はい、終わりました。はい、3曲目、悪の経典ナンバーナイン。かっこええやん、うん、おうおう。あ、今年も来日予定ありですよ。ほう、カールパイパーさん、カールさん、はい、ドラマ、へえ。何これ、ご機嫌やん、うん、ほんまやない。もっと難しい顔してソロとか弾かなプログレーやったらねえ。でめっちゃ動き、いいね、わ、うん、かりやすくって。あれかっこいいな俺たちにもわかる、うん、普通にかっこいいロックバンドや ね、うん、逆にプログレッシブしてんのとか言わんといてほしいわ普通にかっこいいロックバンドと言ってほしい。ベスト版やから、あ、うん、だな、その、そういうこともあるんだな、うん、アルバム単位で聞くと、まあ、ちょっとポップな曲が多めにはなってるかもね、うん、まあそうか、クロード好みな、うん、渋い1曲とかでベスト版に入れづらいよな。そうやな、うん、かっこいい、かっこいい、リフがかっこいいね、うん、さっきからずっと1曲目もそうやけど、このオルガンのアタックの音がいいね。カカ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 俺好きやぞこれ結構、うん、かっこいい、うん、でもハードロックの感じもあるね、うん、めっちゃする。ちょっとドラムとかハードやもん ね、イギリスんだ、いいね、うん、曲構成もな、うん、見せてくるね。この3曲さ、今までの、はい、どれもポップでいい ね、そうはねプレイとか分解したら難しいんかもしれんけど、うん、出来上がったもんが、うん、こんだけシンプルでポップやといいね、うん、日本っぽいフレーバーない？日本のリスナーが好きなメロディー、あの感じ、うん、わかるわかる。例えばディープパープル、うん、ジョン・ロードが好きとか、うん、イギリス系のね、なんか日本人が好む音楽っぽい。これ日本でも人気なんちゃう？いや人気やろ例えば72年に3万5千人集めるぐらい人気なんちゃう、ね、すごいよな、3万5千っていきなりやでなあ、うん、だって数年前にビートルズ来たばっかりの日本やで。あ、うん、これ楽しい、いいね、この曲いい、かっこいい。さっきのセクションいや見たい、うん、3ピースでこんだけできるってな、すごいな、3ピースバンドやってるから余計わかるわ、うん、そう、さっきもちょっと言おう思ったけど3人しかおらん、3人しか、うんでもベースがおらんときはギターやし、ギターがおるときはベースがおらん、うん、ってことやね。なんやろな。あ、でもそのときはそうか、ベースはオルガンで低音できたりするんか、うんうん、
いいね。わかりやすいぞ。なんだこれは。シェルシャいい、うん、はい、かっこいい。4曲目、聖地エルサレム。聖地エルサレム。あ、これでエルサレムと読むんやね。うん、でもやっぱりその宗教的な経典にしてもさ、うん、聖地にしてもさ、確かにちょっとあるんかね、うん、アルバムはさすがに違うアルバムか、ね、違うアルバムだ。そうね、な、一緒ちゃうか、さっきの曲と。あ、そうなんや、うん、ほんまやね。ほんとだ、あ、順番に並んでるんじゃないの。並んでなかった。ここまでは並んでる。ここまで一緒やろ。こう見てた、ね、後ろアルバムが載ってます。じゃあこうやって見てみると、このアルバム見たことあるわ。なあ、このジャケ見たことあるね、うん、これもあるかな、うん、それはそうとさ、はい、アルバムジャケットはこうやんな、うん、で、この説明がベスト版用の説明の絵もあるんやんな。そうやな。これになんか制作者の意図があるよね。あるんや。そりゃもちろんこの手渡していってるんやな。なんか手渡しする、渡された人が違う人に渡していってるんやな。あ、なるほど、うん、で、その背景がまあなんかイメージするところがあるんだろうな。世界なんかな。これちょっと考え出したら長なりそうやな。違う、どういうことや。これ2本やんな、これ富士山っぽいよね。なあ、で、ジャケがさ、うん、日本の浮世絵やから、こっからそうやな、誰かに渡して、うん、ヤシの木のあるところの人に渡して、うん、で、こう先住民みたいな人に渡して、うん、北の住人に渡してみたいなことやね。記憶に最後これまた日本に帰ってくるみたいな。あ、なるほど、ほんまや。しかし、そこにどういうコンセプトが込められてるんだろう。うん、詳しい方教えてください。いや、あのね、まずその浮世絵っぽいジャケにしたっていうのも、うん、なんか意味があるんでしょうか。何やろな。例えば日本っぽい曲が入っている、うん、もしくはただの東洋バヤリだったとか。はい、5曲目。おあえマジ。あら、サックス浮かんでくるかね。サックスちゃおらんもんな。ラッパじゃないよね、3人しかおらんから。へ、うん、でもさ、うん、打ち込みの、うん、ごめん、唾飛んだ。打ち込みのラッパーみたいな音せん。うん、やっぱ一応イメージはしたんじゃない。そうやろな。で、サックスですらないけど、うん、ラッパーの音。この曲のチョイスね、僕は好きだな。いいね。あ、カールが空手を習っていたらしい。カラチオ。カラチオ。カラチオを習っていたから、ちょっと日本文化に興味があった。日本にこう傾倒しとったかもね。うん。でそれ嬉しいよね。うん、確かに。こんなかっこいいドラムを叩く人が。ねえ。今音を追ってたか、
まあでもコードは感じ出てるね、うん、あのプログレバンドの感じも出てるし、うん、ちゃんとピーター・ガンの感じ、うん、おちゃうの使ってないか、うん、おなんか出てきたね、おユニゾンでなんかやってんな、あ、みよ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 やりだしたぞ、今度かっこいい、うん、うん、いい曲がいいもんだって、そうやな、まあもちろんアレンジもいいけど、うん、スリーピースか、意外やったな、かっこいいね、かっこいい、もうクリームなき今はね、うん、もうエマーソン・レイク&パーマーに頑張ってもらうしかないね、これ、うん、72年やったっけ、ちゃうわ、74年、俺取ったんは79年やな全然違うと、うん、80年か、うん、かっこよかった、うん、はい、なんか親近感湧いたね、いや全くね同じです、本当に俺たちがかっこいいと思うもんを彼らもかっこいいと思ってる節があるね、あ、確かに、うんうん、好きなもんが同じ可能性高いね、うん、まあ、当然やっぱプログレしてんの、うん、と呼ばれるだけのなんていうのちょっとこうなんていうかな、あの一筋なのではわてら行きまへんでという、うん、まあ、そういう教授も見え隠りしながら、はいはいはい、かっこよかった、うん、プレーどうでしょう、楽器としましてはドラムめちゃかっこよくない、ドラムめちゃよかったな、バッタバタでドラムが一番印象に残ってるね、うん、超ハードロックで、うん、俺もドラムばっか聴いてたのあ、それベースおらん時もあるんか、そうドラムよかった、ほんとドラムがカールさん来日するから見に行かなあかんね、うん、12月お12月行けるかな、ツアー中ですというわけでね、僕たちのツアーについては、はい、備考欄ですか、説明文のところに書いてますんでね、ぜひぜひご来場ください、よろしくお願いします、お願いします、なんかライブと被ってたら残念やけど、そうだね、カールさんもライブ、俺たちもライブということになったらあれやけどね、うん、見てみたいな、見てみたいな、本当に、ね、ただ当時のイギリスのバンドのあのバタバタしたドラム、うん、独特のもんがあるね、そうなんよね、音とかもあるんやろうけど、あれチューニングと、うん、まあ、録音とかもあるんやろうけど、うん、だって日本のさ、ミュージシャンが鳴らす、はい、例えばギターにしてもベースにしてもそうやけど、うん、ドラムも特に、うん、あのチューニングとか、うん、音のセッティングとかって、はい、海外のミュージシャンと全然ちゃうもん、ちゃうよね、で海外のって俺たち言うたけどアメリカとイギリスも違うんよね、うん、違う違う、だから来日の時こう目を皿のようにしてこう、あのアンプのつまみをこうやって見るんやけど、そういうことをしてみると面白いかもしれんね、どういうプレイになってあるんやろね、今73ぐらいやんかな、そうか50年生まれ50年生まれ、うん、バタバタしててほしいよね、しててほしいね、でもこのバタバタドラマでもこのアトランティックのレベル見ると俺はすごい親近感が湧いてくる、いいよねいやよかった、まさかこれ通ってないとはね、超かっこいい、うん、ただこれ僕たちにがベスト版から入ったっていうのが、これよしあしやるよ、あ、正解やったんかもしれないね、俺たちにとってコンポップなのを集めてくれてて入り口でサンキューっていう感じなのかもしれない、ね、入り口に、ね、いきなりちょっと難解なアルバムから入ったらちょいとこれねえ、うん、まあつまりその難しい曲も入ってるわけじゃないですか、うん、まあそのクロード好みっちゅうかね、あるやろうね、もっとだって俺たち今、ベスト版 A 面聴いてみて、はい、ご機嫌なバンドやなと思ったもんね、うん、そうね、ね、踊れるテンション高める、ちょっとこれは B 面楽しみになってまいりましたな、普通に楽しみです、まあアトランティックなんでサイド2ということになりますが、はい、今回は皆さんと聴いていただきました、はい、つまりエマーソン・レイク&パーマーのベスト版と言っていいんですか、ベストオブですか、はい、はい、ベストオブ、聞いてみました、はい、サイド1、次はサイド2を一緒にどうぞ、チャンネル登録お願いします、楽器教則 DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート、
DVD で人気の映像が100本以上見放題。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。